はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。今日はこちら、じゃじゃん、ヨーグルトメーカー。3ステップで簡単にヨーグルトが家で作れてしまうっていうことですね。はい、箱から出してみました。本体はなんか炊飯器みたいな感じだけどね、シンプルですね。いろいろ入ってんだね。あー、なるほど、なんかお弁当箱みたいな感じで。はい、用意するものはこちら。このヨーグルトはこの牛乳をヨーグルトにするための菌として使います。割合は牛乳10に対してヨーグルトが1。はい、じゃあ入れます。まず牛乳ね。牛乳を入れます。次にヨーグルト入れましょう。はい、そしたら蓋をします。よし、次はこれを本体にセット。よっと。で、タイマーがついてるんですけど、これをちょっと映ってるか分かんないんですけど、6時間にセットします。すいません、忘れてましたが、さらに蓋があります。こうですね。これであとはスタートですね。いきましょう、スタート。ヨーグルト、よし。はい、あとはこのまま6時間待てば完成ということなんですけれど、本当にこれでできるんでしょうか。ヨーグルトと牛乳入れてスイッチオン、まあめちゃめちゃ簡単ですよね。6時間後、楽しみですね。はい、ということで6時間が経過いたしました。果たしてヨーグルトはできているんでしょうか。これ本体を触ってみると、まあ生温かい感じですね。よし、じゃあ開けてみますよ。まずはこの蓋を取って、あー、中はね、結構あったかいね。じゃあこれを取り出してみよう。おお。はい、では緊張の一瞬ですね。ヨーグルト果たしてできているんでしょうか。お願いします。オープン。うわー、できてる。本当にヨーグルトになってる。すごー、見えます？ちょっとね、見えづらいかもしれないですけど、完全にできてますね。すげー。これでほら、ヨーグルトになってる。うわー、嬉しいな、なんか。あー、見た目もそうですけど、匂いも完全ヨーグルトです。あのちょっとのヨーグルトでね、こんだけいっぱい入ってる牛乳が全部ヨーグルトになっちゃうわけですから。で、現在はこれ、生温かいんですよ。で、これだと多分美味しくないので、これを冷蔵庫で冷やして完全に完成ですね。はい、冷蔵庫で一晩冷やしました。はい、じゃあ早速蓋開けてみましょうかね。ほいっと。硬さを見てみましょうかね。どうかな。あ、はいはいはい。ね、昨日よりね、明らかに少し硬くなりましたね。冷やした分固まったのかな。では早速食べましょう。それではいただきます。まず砂糖なしでそのまんまプレーンでいきましょう。うん、あですね、味はすごく美味しいです。何の違和感もなく、ちゃんとしたヨーグルトに仕上がってます。ただ若干普通のヨーグルトよりも口当たりが軽い感じはしますね。でも酸味の感じとかもね、完全ヨーグルトです。これは次ちょっと砂糖をちょっとかけてね、食べましょう。絶対美味しいと思うね。はい、じゃあ砂糖入りでいただきます。素晴らしい、抜群のうまさだこれは。はい、初めてヨーグルトメーカー使ってみての感想なんですけれど、材料、牛乳とヨーグルト入れてスイッチ押すだけですから、まあ誰でもできますよね。めちゃめちゃ簡単ですね。さらにですね、これ牛乳以外にも豆乳ヨーグルト、生クリームヨーグルト、スキムミルクヨーグルトも作れるらしいんですよ。それが普通のヨーグルトを買うのとはまた違うよね。つまり自分に合った好みのヨーグルトは作れるってことですね。こちらなんですけど、今回東急ハンズで購入しました。必ず毎日何時更新っていうのは僕は言っておりません。ただ基本的には毎日19時夜の7時にアップロードしてます。まあ日課のように毎日見てくれてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれど、19時チェックしてね。で、動画を出した際にはですね、必ずツイッターで報告をしてますので、よかったらツイッターもフォローしてみてください。それではまた次回のセイキン TV でお会いしましょう。 See you next time。
セイキン TV チャンネル登録してね。僕のゲーム実況チャンネル、セイキンゲームズ。こちらのチャンネルでは僕セイキンが様々なゲームを実況プレイしています。 PC からご覧の方はこちらのボタンをクリック。スマートフォン、その他タブレットからご覧の方はこの動画画面の外側にある登録ボタンから登録ができます。また僕セイキンに関する最新情報は Twitter にて随時更新をしています。こちらも合わせてフォローをお願いします。